はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード RE3 をやりながら、人生相談に乗っていく回やっていきたいと思います。前回はね、ジルパートが終わりまして、で今回はね、カルロスのパートに入ってきました。ちょっとね、薄暗い警察なんで、皆さんちょっと怖いかもしれないんですが、頑張ってほら、やっていきましょう。はい、もう来たね。ということで、まずだ、ゾンビが吹っ飛んでますが、1個目のね、ご質問いきたいと思います。ブルーホスさん、はじめまして、こんにちは。人生相談乗ってください。私は現在学生なんですが、就活が迫っています。ところが、どんなに仕事を探してもこれといってやりたい仕事もなく、これといってやりたいということもありません。人生における目標も同じです。やりたい仕事ややりたいことを見つけるために、どういうことをしたらいいか教えてくださいということですね。はい、学生さん、ありがとうございます。これツイッターの方の DM に来てた分かな、多分ね。まずね、言えることは何かっていうと、やりたいことを、が見つからないとかね、やりたいこと見つからないっていう。大歓迎、ご苦労なこった。とかって、あれ、今なんかファー言っただける気のせいか。そう。やりたいことを見つけられないとかね、見つからないとかって言ってる人は、軸をまず間違えてるっていうことを、気づいていただいた方がいいかなと思いますね。やりたいことっていうのは見つけるものじゃなくって、気づいたら見つかる。か、ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か、気づいたら見つかっているっていうもんだというものですね。だから例えば皆さんなんかね、スポーツとか、遊びとかでも初めからあ、これやりたかったんだよねって思って、なんかピンポイントでね、例えば鬼ごっことか、なんだろう、かくれんぼとか、そういうのを初めからやりたかったっすか？なんかね、友達となんかやってるうちに気づいたら、それが楽しかったみたいなこと多分あると思うんで、多分絶対そうなんですよね。だってかくれんぼが楽しいかどうかなんて初め分かんないじゃないですか、やったこともないし。にもかかわらず、なんかやってみたら楽しくて、で例えば小学校の行間休みってなんか20分くらいあったと思うんですけど、そのたった20分間の間で校庭駆け回るとかね、庭駆け回ってさ、鬼ごっこやったりとか、僕は小学校6年生の時に狂ったように軽泥やってたんですけど、地域の泥系っていうのかな、っていうのをやってたんですけど、くそ、鍵がかかってる。そう、そのくらいね、好きなことにこう夢中になってやり続けてたみたいなことはあったりしたんですよね。で、それはいいとして、だから前のビレッジの時も同じような相談があったと思うんですけど、僕がその時答えたのは、そのやりたいことを見つけるために狙い撃ちして何かをやるんじゃなくって、とにかくいろんなことを夢中になってやってみるっていうことが大事なんじゃないかなって思いますね。だから僕はもともとそのサッカーとかを、休み時間とかにやってたんですけど、サッカーすごい楽しくて、で小学校4年生から課外活動っていうので、サッカーかバスケかバドミントンかっていうのがあったんで、あ、じゃあバドミントンやろうかななんていうふうに思ってたんですけど、友達にねバスケ誘われてってね、全然自分の中でバスケやるっていう選択肢がなかったにもかかわらず、スターズオフィスはその先だ。了解。このとこでそんなセリフあったの？にもかかわらず誘われたっていうことがね、たかだか誘われたっていうことをきっかけにバスケやってみたら、もうハマって以来、もうその誘ってきたやつ以上にもうなんかバスケにハマってしまってね、で未だにこう NBA をこう見に行ってみたりとか、バスケに関する動画を上げてみたりとか、高校に行ってね、
ちょっと教えたりとか、もう大学生の時なんかはコーチやってバスケずっと教えたりとかやってたりしたんですけど、それくらいまあバスケにもうのめり込んだっていうところですよね。あ、じゃあこっちじゃねえ、こっちか、のめり込んでしまったっていうところですね。だからやりたいことをどうしても見つけたいっていうんだったら、その見つけるというよりは見つかるっていうことがまあゴールだと思ってもらって、やりたいことがゴール、やりたいことが見つかるっていうのがまあゴールだと思ってもらって、あの手当たり次第やったところ、手当たり次第じゃない、あのピンポイントで狙ったところで何も見つかるっていうことはまずありえないんで、うん、そういうことを考えると、何番だっけな、うん、まずはいろいろとねやってみられるっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、でさ、なんかさ、恋愛も一緒じゃないかなって思うんですよね。この女だとかさ、この男だとかさ、いろいろと思うことあると思うんですけど、初めからその人のこと好きかって言ったら、いろんな男性とかね、いろんな女性と出会っていった中で、あ、私の運命のこの人だとかさ、俺の生涯のパートナーだとかっていう風に思ったりとかしたと思うんですよ。ゾンビの声聞こえてたわ。あ、ごめんなさい、104だったわ。うん、だからやりたいことが見つからないとかね、やりたい仕事が見つからないって言ってる人は、残念ながらまだそれを見つけるだけの行動量が足りない、うん、厳しいこと言うならね、うん、と思いますよ。全然見つけられてないと思うんですよ。もらにもかかわらず、ね、あのやりたいことが見つからないのは なんか悪いんだとか、ね、足りないんだみたいなことをこう言ってる人とかいると思うんですけど、それはあの申し訳ないけどシンプルに、やってる量が足りないと思うんですよね。うん、だからまあある種こんだけその勉強頑張ってるとか、なんだろうな、こんだけ一生懸命部活動で練習してるのに、なんか成績上がらないんだとかね、あのレギュラーになれないんだとかって言ってる人も、圧倒的に勉強力足りなかったりとか、なんだっけ、部活の練習量が足りないとか、っていうのもあったりすると思うんで、やりたいことが見つからないっていうのも多分同じ理由ですね。あの圧倒的に量が足りない。っていうことを自覚して、いろんなことを手当たり次第、ぜひ、まあ、手当たり次第って言い方は悪いかもしれないけど、やってみられてはいかがなというふうに思います。ということで、続いてですね、またたくさんやってみてください。たくさんやってみた中でこれ楽しいなと、なんか人生、と、まあ、仕事とかね、それから、まあ、家族と過ごしている時間とか、まあ、いろいろとね、いろんな時間をねこれから過ごしていかれると思うんですけど、どんだけの時間を使ってでもこれをあのやり続けたいなって思うものに出会えたら、それがあなたのやりたいこと、やりたい仕事だと思ってもらえたらいいかなと思います。ということで、もう間もなく、次のステージのところに近づくんですが、ちょっとその次の質問を読みましょう。はい、私は現在、30歳を迎える男性ですと。将来、まだ今お付き合いしている彼女もいなく、将来結婚できるかが不安です。どうしたらよろしいでしょうかということですね。今彼女いないんですね。なるほど。彼女がいるんだったらね、まあ、結婚を考える年齢、だったりとかもすると思うので、まあいろいろと思うところもあるかと思う、あるかと思うんですけど、まあ、そうじゃないのであれば、まずその結婚しないことに関する不安って何なんでしょうね。うん、何が不安ですか、結婚しない。今だって一人で生活してるわけですね。まあ、ご実家にいらっしゃるのか、あの一人暮らしされてるのかでまたちょっとね心境は変わってくるかもしれないんですけど、うん、バード博士、何が不安ですか。別に喧嘩ってるわけじゃないですよ。喧嘩ってるわけじゃなくて、結婚しないっていうのは、その自分のもう心配ない、助けてやる、今どこだ、生涯のパートナーが管理がいないっていうことであったりとか、それから、まあ、スターズをよこせ、
そうってことは何かこう仕事に悩んだりとか、今それどころじゃない。相談できるパートナーが何か策を考えろ、まあ。メンタル面の部分ですよね。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ですよね。まあゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。いらっしゃいますけど、まあまだちょっとその世間体的にね、そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。あなたの質問を残せないということですね。面白いやつだ。そういうまあデメリットというか。ごめんなさい、それよりバードだが引き渡した後に消されるんじゃ、まあ、俺らはミッションで自分の人生にとってなんかこう欠けてしまうような、俺は PC でバードの居場所を調べてみる、あることによって、まあ、フットワークがものすごく軽くなるわけなんですよ。僕も結婚する直前にちょっと海外旅行に1週間で1人で出回ってみたりとか、やっぱり家族がいることで、まあ、今日あれやりたいなこれやりたいなと思ってもやっぱり家族のことをこう優先しなきゃいけないこととかっていうのがあって、今日は我慢して明日に回そうとかねっていうようなこともあったりするんですよね。前列にいるのはジルか。だからそういったその自分がこうしたいなあしたいなって、ああ過ごしたいな、こうしが過ごしたいなって思っていることがある一方で、やっぱりそれができなくなるっていうようなこともある種デメリットとしてあったりするんですよ。だからそういうものを考慮してもらったうちに、まあ、もう間もなく30歳、もう間もなく30歳ってことは僕の先輩に当たるかもしれないです。僕来年30歳なんで、もう間もなくっていうことはね、もしかしたら学年的には1個上の先輩に当たるかもしれない、ちょっと偉そうなこと言って申し訳ないんですけど、申し訳ないんですが、うん、だから30年生きてこられてね、ずっと一人でだけ、まあ、もしかしたらその人生の過程の中で彼女はいらっしゃったのかもしれないですけど、そんな中で、うん、まあ、彼女がいた時と一人でいる時とどっちの方がこう満足度として、人生の満足度として高かったのかっていうことをまあ考えた結果、どうもしかしたら一人でいる方があなたにとっては幸せなのかもしれない。脱線した。で、怪我には過ごすことに満足したと、もうマジか。だから一人でいることはちょっと孤独感じるし、もう満足したし、そろそろ誰かジル何があったっていうことであれば、ジル答えろ。結婚に向けて本格的に動いた。悪い、行かなきゃ。分かった、バードは任せろ。とした不安で別に一人でもあっても問題ないなっていうことであれば、全然結婚する必要なんかないと思うんですよ。あなたが結婚することによってどういうものを得たいのか、それからあなたが結婚しないことによってどういうことを得られるのか、その天秤にかけたときに、結婚した方がいいな、なのか、結婚しなくても問題ないかな、なのか、どっちなのかっていうところですね。そこがあやふやな状態だったら、いきなり結婚ってなっても多分本気で活動できないと思うんで、結局時間の無駄、徒労に終わるっていうところですから、結婚するぞって決めてやるのか、結婚しなくていいかってなるのかっていうのを、今、現時点での結論っていうのを出された方がいいと思います。多分、不安ってね、漠然としているだけだと思うので、ここが、はまず明確にしてみた方がいいですね。で、簡単な方法としては A4紙2枚かな、用意してもらって、で、上にちょっとなんか目標ってか、ごめんなさい、上に結婚すると、それから結婚しないっていうのを書いてもらって、で、それを書いた上で T 字を書いてください。その下に T 字書いて、で、結婚するの方の紙に、メリットとデメリット、左にメリット、右にデメリットで、結婚しないに、左側にメリットで、右側にデメリットっていうのを書いてみられてですね、で、その上で結婚することによるメリットは一体何なのか、結婚しないことによるデメリットは一体何なのか、で、結婚することによるデメリットは一体何なのか、で、結婚しないことによるメリットは一体何なのか、結婚しないことによるデメリットは一体何なのかっていうのを、ちょっとぜひ炙り出してもらえたらなと思います、うん。そうなったときにそれらを比較してみて、あ、トータルで見たときに俺は結婚した方がいいなって思うのか、あ、俺は結婚にちょっと向いてないかもしれないから結婚せんとこって思うのかって多分見えてくると思います、うん。その上で結婚に向けて、例えばマッチングアプリを使って人出会いを探してみるのか、それとも結婚をもうしないと決めたのであれば、なんか人生満足できるようにもう自分一人で過ごすためのいろいろ考えてみられるっていうのが、もうね、まあ別にもう今の家族と一緒に過ごすっていうことがすごい満足というか幸せ感じているので、今更ね、独身に戻りたい
っていうか実際に独身に戻るっていうことは一切考えてないですけど、まあ、独身は独身の時でいろいろ楽しかったですからね、うん、ただ、まあ、天秤にかけた時にやっぱり僕今子供もいますし、あの奥さんと毎日過ごすっていうのもすごい楽しいし幸せを感じているところではありますんで、まあ、それを考えたら僕は結婚してよかったかなっていうふうに思います。だからそういうふうに、なんかあの、まあ、どっちも経験するっていうのは難しいので、今現時点であなたのその想像の中で結婚した時の幸せと結婚しなかった時の幸せとっていうのはどっちが大きいのかっていうのを考えて結論を出してみられてはいかがかなというふうに思います。ということでね、ぜひ明確にしてください。ということで、本日のパートはちょっとあの質問数自体は少なかったんですけれども、あ、回答数自体は少なかったんですけど、この辺りでキリがいいので終わりたいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。